ババ自前入口ババ島とは、富山県中新い,い川九条市町寄りにある地名。剣岳の登山拠点として有名である。中部山岳国立公園内にある。剣岳などの縦山連峰の山岳の登山拠点となっており、登山口には、試練と憧れの石碑が立つ。標高750メートルのババ島から一直線に、2999メートルの、 剣岳山頂に至る片道7トルの早月尾根ルートは人気が高い。馬場島をはじめとする剣岳山麓は北アルプスのスケールの大きな自然景観や豊かな自然を持つことから中部山岳国立公園に指定されている。剣岳の山麓は多彩な動植物が生息し、学術的にも貴重なエリアとなっている。馬場島を挟んで流れる 白萩川と立山川の水は大変澄んでおり、その付近にはキャンプ場などが設置され、自然を愛する人々のリゾート空間になっている。平成29年までは冬季のみ、交通困難地に指名掲載されていたが、現在は掲載されていない。馬場島の両側を、早月川水系の立山川と白萩川が流れている。河川敷の岩石は、 河口岩が多い。また、縦山川沿いに、菊石という巨石がある。菊石は、長さ30メートル、幅20メートル、高さ50メートルほど巨石である。菊石の名の由来は、秋に、石の上の一面に、菊の花が咲き乱れていたことに由来する。戦国武将で、アルピーニストとしても知られる、笹成政がさらさら声で、 新州に向かった際にこの地に馬を置いたという伝説に由来している。馬場島周辺はブナを中心とする落葉紅葉樹の原生林が広がり、秋には美しい紅葉が見られる。馬場島層は剣岳登山の基地として知られている施設。剣岳青少年旅行村あるいは馬場島キャンプ場は無料で受付の必要がないキャンプ場である。 トイレや炊事場などの施設が整っている。救命は、馬場島八重城。家族の森中央管理センターは、特に冬山シーズン中に、剣岳の遭難救助の拠点となる上司書、馬場島警備発出所があり、山岳警備を行っている。山岳警備隊員は、冬季でも隊員が常駐している。剣岳山麓にある、馬場島は、早月を寝るとの登山口として知られる。 早月尾根は標高700メートル対から2999メートルまでを一気に駆け上がる片道7キロメートルの登山道であり北アルプス3大9登に数えられる道中は休憩者の痩せ尾根が続き平坦地は松尾平を除きほとんどない標高2200メートルのあたりには早月小屋があり水の補給ができる早月尾根以外では赤や尾根や 小窓を根を詰めて、剣岳へ至るルートがあるが、登山道として整備されておらず熟練者向きである。剣岳以外の山岳では、中山やくずば山、大猫山、猫又山、西倉山の登山道があり、いずれも名山として、富山の百山に選ばれている。馬場島に至る公共交通機関はないので、自動車でアクセスすることになる。主に、富山県道333号。 剣岳公園線を利用する。なお、富山市街地から馬場島までの道のりは 40km 程度。ありがとうございます。